皆さんこんにちは、フリースピリッツです。今日は香川県丸亀市にお店を構えるヴィンテージリバイバルプロダクションズのお財布を紹介していきます。一般的な2つ折り財布は 80g から 90g と言われているんですけれども、こちらのエアウォレットは、約半分の 48g のお財布となっております。こちらのブランドは、クリエイター兄弟の最強タッグによるお財布になります。で、3D デザインに長けたお兄さんと、ものづくりの経験が豊富な弟さんが、軽さを追求して作られた他にはないお財布になっております。カードとお札とコインが全て入るような2つ折り財布です。まずカードはこちらに3箇所ございまして、こう U の字になっているので取り出しがしやすくなっております。そしてお札のこちら側にもコインポケットを設けております。こちらにはだいたい2、3枚ほど入れていただけます。一部縫製をされておりまして、こうカードが落ちないような工夫がされております。また、こちら側ですね、しっかりカードをキャッチしてくれているんですけれども、縦で入れた、カードがいつの間にか横向きになっているということもありません。で、慣れてくると意外とスムーズに出し入れができます。なのでクレジットカードとかよく使う、カードとか、またはこういう定期などを入れてこのままピッとして改札も通っていただくことができます。コインポケットがこう扇状になっているので、こう角がしっかり見えて、識別しやすくなっております。1枚札の方も1枚入れてるんですけれども、幅感もまだ十分にございます。で、こちらの財布のポイントが、折りたたむ部分がカットされているというところなんですけれども、このセンターホールを設けることによって革面積が少なくなり、軽量化を実現します。また財布をこう折りたたむ際の厚みを軽減して、さらにこうお札にかかる抵抗力が少なくなりますので、すごくこう出し入れがしやすくなっております。で、次はコインポケットです。こちらはこのような感じで扇状になっております。こんな感じですね。浅すぎず深すぎずといった感じなので、しっかり指を入れてつまむことができます。また開口部がしっかりと開くので、コインの視認性もとても良いです。今コインを10枚ほど入れております。入れてない状態はこのようにスリムになります。キャッシュレス化が進む時代ではあるんですけれども、現金でしかお支払いできないところもあったりするので、こういうコインポケットがスリムに設計されているのはすごく嬉しいポイントかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。商品ページの URL を概要欄に貼っておりますので、ぜひそちらも見てみてください。よろしければチャンネル登録と高評価もお願いします。インスタグラムもやっておりますので、ぜひそちらも見てみてください。ありがとうございました。